さあ今日もね、双葉書道会のマス目押しを使ってまずはボールペンで解説していきます。さあまず口の書き方なんですが、1画目も内側に、入るんですけれども、2画目の縦線はもっと内側に強く入ります。必ず1画目よりも2画目短くしてあげましょう。まあ、なぜこの縦線短くしたかというと、ここから書くんじゃなくてちょっと上から書いて、1画目の下を突き出し、3画目の右を突き出すっていう書き方が正しい口の書き方なんですね。まあ、ややここをね、開けてあげると大人っぽい印象になります。まあ、ちなみにね、口はできるだけ狭ければ狭いほど格好いいです。まあ、この部分の口を大きく書いてしまうと子供っぽい印象になってしまうので注意が必要です。口や日、田んぼの田は大体は狭くするがセオリーになってきます。小の点々がこの下のラインですね、揃ってしまうとすごい足が短く見えてしまうので、この V の法則って覚えておきましょう。さあ書いていきます。三髄は1画目に対して2画目は左にずれます。で、3画目は1画目の横の位置に戻るんですね。で、このね、水色の余白がすごく重要なんですよね。点画は小さく書きます。ここを開けるんですね。開けます。その分ここが短くなるんですね。ここの縦幅とこの口の縦幅が同じぐらいになります。横長にしていきます。ものすごく狭くするんですね。上半身広く、下半身を狭くすると大人っぽい印象になる。これよりもさらに狭くしてみました。でね、ちなみにお習字の世界だったらこれ変わってくるんですよね。皆さんが小さい時に習っていた字ってこういう風に書いてたと思うんですけど、まあ、別にこれでも悪くはないんですけれども、こっちの方が大人っぽいので私はこちらをチョイスしているということです。まあ、ちなみに上半身に対する下半身のバランスはだいたい1対1が習字なんですけれども、書道はですね、ここからここの縦幅が3で、ここからここの縦幅が2になると覚えておくと、まあね、より大人っぽくすることができます。さあ続いて筆ペンで解説していきます。筆ペンを右に寝せてしまうと、点画ってベタっとしたような点画になるし、ここの口の2画目が丸くなってしまうんですよね。筆ペンは右に寝せずにできるだけ垂直に立てます。垂直に立ててツンツンと筆ペンの自重、自らの重さ、筆ペン自体の重さに任せて紙に筆ペンが刺さるようにして書きます。この時指の力はできるだけ抜いていただきたいんですね。抜くことで筆ペンが勝手に刺さります。こうすると筆ペンの線質もとても綺麗になりやすい、スマートな線質になりやすいんですね。さあ続いて大筆で解説していきます。3種類の点画を覚えていきます。右スライド系の点画、縦スライド系の点画、左スライド系の点画です。ここの点画は穂先の向きを11時から12時に向けたまま上々に太くするタイプの点画です。これはかぶせるような点画ですね。穂先がこちら側、左側を通すようにするために9時から10時の方を向いています。こちらはちょっと左下に傾くタイプの点画なんですが、左下にスライドしていくタイプの左払いのような点画ですね。こちら側を通しています。まあ、どこにどの点を書こうけど、書こうが、まあ、自由なんですけど、三髄の一画目を縦スライド系の点画にしてみますね。で、二画目の点画を横スライド系の点画にしてみます。点画自体はあまり太くしすぎない方がいいです。で、左側に突き出て右に戻る、これ三角形のラインになるのが涼しいの書き方の基本になってきます。点画はあまり太くしないです。これはじゃあ縦スライド系の点画にしますね。はい。で、横線を細くします。横線は基本的に細くしていきます。こことここ、この長い横線の上下に余白を与えた上で口を書いてあげると綺麗になるんでしたね。先ほどのおさらいです。口は1画目に対して2画目の方が強く内側に入っていきます。そして横長にすると綺麗ですね。私の感覚だとここよりもここの方を狭くすると綺麗になりやすいです。ここから書くっていうよりもここにも隙間を与えつつ、でこれを一番縦方向に長くすると決めます。点画は下に下げすぎずに、これ左下スライド系の点画にしましょうか。で、右下かぶせるタイプの点画にしていきます。まあ、こうするとね、点画もしっかりと楷書っぽい、まあ、角っぽい点画になるので、可愛くなりすぎることを防ぐことができるんですね。ただ点を筆を上から下にポンって下ろすだけだと、まあ、ボテッとした点画になってしまうので、まあ、注意が必要です。
さあ続いて行書ですね。点画のここですね、ここをつなげるともう行書っぽくなります。まあ、三隅はこっちで書いた方が、この行書で書いた方が分かりやすいですね。横線をふわーっと滑らかに書きます。まあ、直線的なのが楷書で、曲線的なのが行書ですね。特にここの点接と言われる丸い部分、ここの角、ここが角っぽくなればなるほど楷書っぽくなって、ここが丸くなればなるほど行書になるんですね。ここは数字の2のようにして書くと、まあ、より丸みを与えることができます。やはりここの部分も少し丸く書くと行書っぽくなりやすいですね。点画も楷書よりは丸く書くといいです。さあここまでが美文字です。ここからはお遊びです。さあより涼しく書く方法があります。点画などを細くし、より隙間を生かすような書き方ですね。こういうふうにゆらゆらと書いて、涼しげに止まらないようにして書きます。こうやって余白を生かしたようにして書くと大人っぽく涼しげな印象になるんですね。さあ今日はね、このゴロゴロを使って川の流れを表現したいと思います。まずはこれ自体にこの綺麗な水色を塗っておきます。塗っておきましょう。で少し濃いタイプのブルーをランダムにつけておきましょう。ここに流れを表現するために少し黒で表現しておきます。これ初めてやることなんですけど今思いついたことなんですけどね、どうなることか、どうなることが想像ついてないです。さあこれに川の流れを表現してつけていきましょうか。さあ線が消えてしまったのでちょっとずるっこいですけど、上からなぞっていってちゃんと厚みを出しておきます。でこの水色のキラキラのパウダーを使って、川の流れの美しさ、なんか太陽に当たった時のキラキラを表現しているんですよ。で私結構の登山するの好きなんですけど、あの上高地っていうね、長野県の美しい場所があるんですよ。これ一般客の方も来れる、マイカー規制された、あのバスでしか行けない土地なんですけど、そこのね、水がね、もう世界一綺麗だと思ってるんですけど、そこの川の流れをね、今想像しながら描いてます。ほらなんかキラキラして綺麗でしょ。でちょっとシルバーも混ぜておこうかな。ブルーだけじゃないシルバーを混ぜることによってちょっとキラキラさを変えていきます。さあちょっと叩いて、せっかくこう濡れている墨汁や、この濡れているこのスプレーの部分ですね、そこにちょっとひっつくようにして調整していき、自然にしていきます。さあいかがですか。結構こう光当てたりすると綺麗なんじゃないかなと思います。今日はね、いつもと違ってすごいシンプルなラインだけで表現しましたけど、まあ、なんとなく川の流れを表現したかったんだろうなっていうのが想像つくと思うんですよね。はい、お遊びも以上です。ありがとうございました。さあいかがだったでしょうか。涼しい、まあ、いろんな書き方がある中でも結構この文字難しいと思うんですよね。まあ、シンプルがように形整えるの難しいと思います。私ね、さっきちょっと登山の話触れたんですけれど、今真夏の時期に上高地に行くのすごい好きなんですよね。私東京に住んでるんですけど、まあ、そこから車の山だいたい4時間ぐらいかけて、3時間半とか4時間かなかけて、あの駐車場に行って、でそこからバスが出てるんですよ。でバスでじゃないといけないところなんで、まあ、観光地の方もね、行くと観光客の方も行くとこなんですけど、まあ、そこからね、いろんなあの素敵な山に、まあ、登ることができるんですね。だいたい1泊とか2日とか、あのテントを抱えて登ったりするんですけど、まあ、私もそれするんですよね。で、まあ、どのぐらいの頻度で行ってるかっていうと、ワンシーズンにだいたい3回ぐらいは行くかなっていうとこですねそれぐらい好きです。長野県ね、本当住んでみたいっていうぐらい好きなんですよね。もう山とか自然がもう本当に美しい場所なんでね。はい、話はそれてしまいましたけれど、このチャンネルでは2000文字の常用漢字を全て解説します。ペン字、筆ペン、大筆、そして楷書、行書、アートで解説していくんですね。ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。以上です。ありがとうございました。